鱗滝さんの鍛錬が始まり、俺は何度も山を下り、何度も刀を振った。鬼殺の剣士となるため、そして禰豆子を救う手がかりを得るために、毎日毎日。そして1年が経過した頃、もう教えることはない。あとはお前次第だ。お前がわしの教えたことを消化できるかどうか。この岩を切れたら最終選別に行くのを許可する。鱗滝さんはそれから何も教えてくれなくなった。俺は鱗滝さんに習ったことを毎日繰り返した。ただ半年経っても岩は切れなかった。ダメなのかな。くじけそう、負けそう。うるさい。男がわめくな。見苦しい。どんな苦しみにも黙って耐えろ。お前が男なら、男に生まれたなら。岩を切ることができず、焦り、苦しむ俺の前に、その少年は、突然現れた。名は、サビト。不思議な雰囲気を持つ少年だった。